始めるラジオキャンパスウェンズデー、今日は11月15日水曜日、ちょっと諸事情により今日はオープンエアーなオープンスタジオからお送りするということになりますので、ちょっとノイズとか車の音入るかもしれませんが、始めたいと思います。今日はですね、第1コーナー SNS あれこれ、第2コーナーが今週の1曲、そして第3コーナーが今週のリスン、そして最終コーナー第4コーナーがザ・トウイチロー散歩でお送りしたいと思います。札幌はちょっと積雪もありました。雪がちょっと積もって、ただまた気温がちょっと上がり始めて、すっかり雪は溶けてるんですけどね。このあと多少気温が上がって、雨模様の日が何日か続くのかな。でその後また11月下旬から雪が本格的に降り始める、まあ、そんな札幌からお送りしたいと思います。最後までお聞きください。始めるラジオキャンパスウェンズデー、11月15日第1コーナーは SNS あれこれということでお送りしたいと思います。初めにも言いましたけれども、今日はオープンエアなスタジオから収録してますので、ちょっと車のノイズとかね入るかと思います。ご容赦ください。さて SNS あれこれですけども、やっぱり SNS 自体が変動期に入ったということで、一つ SNS の分散化ですね。つまり、まあ、Twitter が X になり、ちょっとアクティブでなくなってきたという中で、皆さんこう居場所を求めてね、居場所を求めていろいろさまよっているという感じもするんですが、まあ、そんな中で根強く居場所になっているのが、まあ、Instagram かなという感じはするんですけれども、まあ、最近はインスタメインって人がねやっぱり増えてきてる感じがしますが、まあ一方でスレッズ使い始めてる人もいるんですが、登録はしたしフォローもしてるんだけどまだつぶやいていないというね、スレッズについてはまだまだこれからっていうね感じがしますけども、まあ、スレッズはちょっとね音声入力ができるようになったということで、これが意外とこれからじわじわとね音声入力する人が増えてくるんじゃないかなという気がしますね。まあそんなことを感じているのと、であとはやっぱり YouTube ですね。これがやっぱりポッドキャストを取り込んできたという、本格的にね、やっぱこの動きがこれからすごく大きな、流れになっていくような気がしますね。まあそういう意味では、ただまあ YouTube 自体はポッドキャストは今のところこう RSS を飛ばすみたいな形なので、まあ今後ホスティングとかがどうなっていくかによって、またいろんなね変化が起きてくるのかなと思ってますけれども、まあ今のところはまだやっぱり Spotify がホスティングのプラットフォームとしてはねかなり有力な状態がまだ続いてますが、ただこれも徐々に変化してくるだろうなというのは、一番大きなのはやっぱり SNS 化ですよね。文字起こしと SNS 化で、 SNS 化するためにやっぱり文字起こし、文字情報ってあると SNS 化しやすいんですよね。でそれは何でかっていうと、やっぱり視覚情報になる、そして読める、そして検索できるってね、これがやっぱり大きな要素なの で、 Spotify も実は文字起こしに今対応し始めたので、そういうことも含めて SNS 化する方向を加速させていくんじゃないかなと思ってて、もう完全にポッドキャストを含む音声配信は SNS 化の波に飲み込まれていくっていうね、まあそういう言い方を私はし始めてるんですけれども、まあそんな形で、文字だけの、あるいは映像や写真の SNS から音声配信メインので、文字情報や写真や映像情報も含む、だけどあくまでも音声がメインの
SNS かっていうね、こんな流れがどん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 本格化していくような気がしますね。これは間違いなくね、まあここは細かくは語りませんけれども、そんな動きがもうあちこちに見られて、もう時代は音声入力の時代ということなのかなという気がします。でそんな中で、まあスレッズが音声入力対応したとかね、ただこれ30秒間なんですよね。それからクラブハウスも少し仕様を変えて、今30秒間音声を残してチャットルーム作れるような、まあチャットルームではないね、オンデマンドルームを作れるようになってきてるんですが、やっぱり30秒では音声配信は無理でしょうね。せめて10分とか最低語れないと、機能しないんじゃないかな。おそらく30秒語ってみんなでこう留守番電話の録音聞くみたいにブツブツ切れながら聞くという風にはやっぱならない。ある程度例えば人が話し始めますよね。ちょっとじゃあ1分でスピーチしてくださいっつって、だいたい 2,3 分みんな喋るわけで、で1分ですら結構喋れないわけですよね。ましてや30秒だとあっという間に終わっちゃう。でこれは一番わかりやすいのは留守番電話ね、ピーッという音の後にお話しくださいって言われて、もうピーってなってから次の終了のピーまでが早すぎてね、内容のあることはやっぱり喋れないということなんだと思うんですよね。まあそういう意味ではやっぱり30秒って時間制限があるうちはあんまり機能しない、うん、そんな気がしますね。つまり音声情報を語る言葉っていうのは最低3分、できれば5分10分、語れるようなツールじゃないとやっぱり機能しないんじゃないかな。まあそういう意味でやっぱりポッドキャストが、SNS 化していくっていうところが一番、将来性があるというか、すでにそういう使い方してる人が出てきますけれども、まあこれまでポッドキャストっていうのはなんていうのかな、あんまりコミュニケーション手段というよりも一方的な配信で、リスナーから時々お手紙が届いたり届かなかったりするというね、まあ逆に言えばリスナーのリアクションはあまり期待せずに、過度に期待せずに、とにかく喋りたいから喋るというツールだったのが、むしろこうリアクションがポッドキャストで語ったリアクションがポッドキャストで返ってくるってね、そんな時代にちょっとなってきたかなと。ね、でこれを可能にしたのはやっぱり第3コーナーでお話しするリッスンが一番やっぱり今最先端いってるんじゃないですかね、そういう点ではね。だからある意味文字起こしと、ハッシュタグや、引用とかね、あるいはまあタグを飛ばすとかね、いうことが今後ポッドキャストにも、いわゆる SNS の要素がね、ポッドキャストをの世界にももうどん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 入ってくるという、まあ、そんな時代になったかなという気がとてもしています。まああとどうですかね、 SNS あれこれということで言うと、分散化ということが一つやっぱり思うんですね。今いろんなプラットフォームを皆さん試してるような状況があるので、しばらくはまあなんていうのかな、こういろんなこうツールを、まあ、皆さんこう試しながらで、どっかにまた修練していく、いくつかのところにね、そんな意味での変動期がやっぱり始まってきたかなと、まあ、そういう意味では多少ちょっとカオス的なね、状況も見て取れる気がしますね。まあこの辺どうなっていくのか、ただ SNS 自体はなくならないので、これはもう何度も言っているようにホモサピエンスの本能に根ざしてますので、ソーシャルネットワークっていうのはね、ソーシャルネットワーク、そしてソーシャルネットワーク型のコミュニケーションってのはもうこれはホモサピエンスの本能、本質に関わる、それなしではホモサピエンスは進化しない、あるいは存続できない、あるいは生きていけない、そういう存在ですので、まあそんな意味ではね、どういう形でインターネット上の SNS が今後展開するかは別としても、これはずっと続くと、人類が滅びるまで、あるいはコンピューターが滅びるまで、まあ、どっちが先か分かりませんけれども永遠に続くんだろうななんてね、まあ、そんな風に思ってたりします。
ということで、今週のじゃないや SNS あれこれ、まあ今日はそんなとこですかね。では、今週の1曲はこの曲をお聴きください。始めるラジオキャンパスウェンズデイ11月15日の配信です。今週のリッスンということで、今週のリッスンいろいろありましたね。一つはそのハートマークがホームページの右上の方について、通知機能ですね。これまではメールでしか通知が受け取れなかったのが、ホームページ上にハートマークがあって、そこに数字が出てね、こんな通知が来ましたよということが、そこでプラットフォーム上でね確認できるようになったという、これやっぱ大きいですね。これはね、これまでメールで来るとそれを探しに行かなきゃいけなかったのが、もうその通知が来たところのリンクで、飛べると、これはとても便利になりましたね。まあそういう意味でもリッスンの SNS 化はさらにまた一段進んだということと、それからリッスンで配信したものと外部から発信したもの、これまで新着情報はね両方混在してたんですが、これがリッスンで配信したものっていうのが区別して表示されるようになったとかいうことがありました。それとやっぱり一番大きなニュースはサーバーの移行ですね。新しいサーバーに移行したと、これもう桜インターネットさんに大感謝ですね。そんなことでリッスンはサクサク動くようになりましたというね、サーバー上増強、サーバー移行によってね新しいサーバーに移行したということです。それからもう一個、それに伴って再生数っていうのがこれまでね集計されてたんですけど、これも非常にリスンの便利な機能なんですが、この再生数の集計方法が変わったと、いうことで、まあより実態に近い集計数が出るようになったと思います。でそうするとね、これまで結構こう虚構の数字というと変ですけども、いろいろこうカウントしすぎてた部分が、むしろ縮減されて、今までの再生数よりもこう目減りしたという人もね結構多いんじゃないかなと思うんですが、これちょっとちょっとげんなりするというかちょっとショックな部分もあるんですけれども、まあでもやっぱりね、実態に近い方がいいですよね。それがリアルな数字であるということで、そんな改善もあったりとか、あとこれまあ私は歩きながらとかイヤホンとかで、ポッドキャスト聞かないんですけども、なんと、イヤホンで歩きながら聞いてる時にポーズ&プレイですね、だから一時停止してすぐまたプレイを再開すると、いいねがつけれる、星なんですけどね、星マークがつけれる、いいねがつけれる、ね、わざわざ画面を取り出してみなくてもポーズプレイカチャカチャとこうやると、星がつけれるというね、これいいですね。よく考えますねこんなことね、もうびっくりしちゃいますけどね。それからもう一個、これはAI のサマリーがこれまでついてて、サマリー部分はなかなかちょっとね、編集がしにくかったんです。まあやろうと思えばできなくもなかったんですが、ちょっと面倒くさかったのがサマリーが独自に編集できるようになった。でこれもやっぱりサーバー増強したことで可能になったんだろうなと思うんですけども、サマリーも、ね、編集できるようになった。ただちょっと寂しいのはね、やっぱり AI 君がなぜかいきなり大谷翔平君っていう名前出してきたりとかね、 AI がいきなり要するに喋ってないのにサマリーには大谷翔平くんが出てきたりとか、あとなぜかマーケティングとか技術なんとかとかね、そういうのがいきなり出てきたりとか、どっから引っ張ってくんだろうみたいなのがあったんですが、そういうのがなくなっちゃって、こう AI くんの趣味がサマリーに生かされなくなったっていうのはちょっと寂しい気もするんですが、まあこれもねちゃんとサマリーをしっかりとこう編集できるということで、これも大きな機能ですね。でさらに、リッスンスタジオなんていうのができたと、まあ、詳しくは言いませんけども、リッスンスタジオを開設しましたということで、こう、リッスン本体ではないんですけどね、
ディスコード上でこうスタジオ的な録音ができるのでね、そんなこともやって、もうほんと日々改善ね、頭が下がりますね。サーバー新しくなってまた勢いづいたぞと。でこれまでサーバーがやっぱりこう悲鳴上げてたんで、なかなかこう負荷かけれないから新機能が追加できなかったって、ね、そのたまりにたまってたやりたかったことがここに来て、一つ一つね着々とこう実装されていくなんてね、そんな感じが見て取れるなと思って、すごいぞと思って見てます。それからあとはこれはイベントですけども、アドベント、アドベントっていうのはもともとキリストがお生まれになると、もうすぐ、ね、で12月1日から25日までカウントダウンするんですよね。それはアドベントっていうふうに言うんですけども、でそのアドベントカレンダーっていうアプリがあるんですね。これ私知らなかったんですが、結構前から使われてるみたいで、まあクリスマスとかキリスト教とか関係なく、まあクリスマス大好きなんで日本の方はね、このアドベントカレンダーね、決してキリストの降誕ね、誕生を待ってるわけではなく、クリスマスを待っているというね、別の意味でのね、キリストとあんまり関係なくクリスマスを待ってるということで、まあカウントダウン、まあカウントダウンも好きなんですよね。で新年へのカウントダウンじゃなくてクリスマスへのカウントダウン、まあキリスト、メシアがお生まれになるというカウントダウンがもともとなんですが、そのアドベントカレンダーっていうのは結局その12月1日から毎日誰かが何かをするというね、いうのをやるということで、これポッドキャストの世界でも結構何年か前からやってたみたいですね。いわゆる毎日毎日リレー式のポッドキャストが展開されるという、まあそんなイベントですよね。でこれまではポッドキャスト自体が結構横のコミュニケーション取りにくい部分あったと思うんですが、まあそんなこともあってこんなアドベントカレンダーなんていうのを使ったね、こう呪術つなぎ、キリストの話してるのに呪術つなぎはないだろうと思うんですが、毎日毎日呪術をつなぐようにこうリレーしていくというね、そんなイベントをやってたみたいですが、これをリスンでもやるぞという話になって、旗本さんが旗を振ってくれて、近藤さんがそれに飛びついて、でしかもそれを告知したら1日で25人埋まっちゃったという、いうことなんですけど、すごいですねリッスン界隈ね。まあそんな中私もちょっと12月23日に、やらせていただくことにしました。でなんで12月23日かというと、結構もう結構どん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 埋まっていくので日にちがなくなってきたという、で自分の都合のいい曜日とかね、いろいろ自分の配信の都合を考えたのと、もう一つはあの3日がリッスン記念日なんですよね、私にとってもリッスンにとっても。でやっぱり3にこだわりたかったと。で3がついてんのはもう3日が埋まってたので13か23しかなかったんですね。13もいいんだけど、まあやっぱり23だろうということで、まあね、お尻の方で申し訳ないんですが、もうその3にこだわって23にさせていただいたということで、この何でしょう、まあ毎日毎日いろんな人がリッスン愛を語るというね、これなかなかいいですね。まあこんな企画も始まったということで、まあ盛り上がってる、今週も盛り上がってる今週のリッスンでしたということで、第4コーナー最終コーナー、ザ・トイジロー散歩のコーナーです。第4コーナー、ザ・トイジロー散歩のコーナーです。今日はちょっと収録音源がたくさんあります。お待ちかね、雪を踏みしめる音がちょっと取れました。ですね、11月13日の朝、これがね最近夜が早いので朝が早いんですね。で朝早く起きて、でしかもね寒くなってきたので散歩が長い、13日は朝2時間、トイチロー君なかなかお家に帰ろうとしなくて2時間寒空の中散歩したので、だんだん私の声がこうだんだん疲れてきて投げやりになってますけども、それをお聞きいただくのと、あとは14日は
11日に初雪降ったんですが積もらなくて、14日にちょっとだけうっすら積もったんですね。でちょっと散歩してたらあられ状の雪もダーッと降ってきまして、その音とかあと雪を、まあちょっと薄雪ですけどね、でちょっと湿った雪なんでピチャピチャしてますけども、雪を踏みしめる音、も取れましたので、それもお聞きいただくのと、それからあとは15日今朝ですねのお散歩の音源ですが、そこでちょうど雪が残ってたんですね。雪かきした雪がちょっと残ってたところを雪を最後に踏みしめてみましたので、その音もお聞きいただきますが、とにかくここのとこ朝が早い、もう5時台にお散歩に出て、結構寒い中長くお散歩しているのと、あとまあ14日15日は民泊のお客さんいたんで結構早く帰ってきたんですけどね、もうとにかく13日は散歩が長かったということで、まあ、収録音源長いですがお聞きください。11月13日月曜日朝5時50分、おお、トイチロ君が全速力で走り始めた。朝の河川敷、トイチロ君は夕方の散歩が早いからですね、おしっこのが我慢ができずに、朝からピー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 早く外に出せと、しょんべんがしたいんだ俺はとピー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 鳴くので、今ご飯も食べずに今日は散歩に出てきました。一目散におしっこしまくってます。しかしまあ元気だね、寒くなると本当に走り回る走り回る、寒いです、もう寒い寒いって言っても、これはまだまだ本格的な寒さじゃないんですけどね、まあでも寒くなってきたねやっぱりね。で東一郎くんはおしっこ一通りしたら休憩場所に来て、これはもうビスケットよこせという、おーこれ定位置だビスケットよこせという感じですね。定位置に座って食べんのかビスケット、いいのかどうすんだ、なんだか偉いお前元気だな、 お座りして、はいお座りして、どうした、お座りして見つめてあくびして、なんか欲しいのか、何が欲しいんだ、うん、何が欲しいんだ、おお、何が欲しいんだ、ビスケットか、ビスケット食べるか、お腹すいたか、おちこ出たのか、よし、じゃあビスケットあげような、ビスケット食べよう、ということでおやつあげます。はいはい、わかった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 、おねだりしてます。はい、食べましょう。11月13日月曜日朝の6時35分お散歩第2ラウンド、再び1回家の方に戻ったんですが、再び豊平川の河川敷に舞い戻ってきた東一郎くん、多分うんちがまだ出てないからうんち場所探してるんだと思いますが、お散歩2周目です。冬はこんな感じですね、お散歩が終わらない、エンドレス散歩。どこ行くんだ東一郎、助けてくれ東一郎、どこまで行くんだお前。ではまた。11月13日月曜日朝の東一郎散歩、なんと今日は3ラウンド目です。3周目、いつになったら帰るんでしょうこのワンコは。まだうんちが出ません、多分うんちが出るまで歩き続けるんでしょうかね。ということで、ではまた。11月13日月曜日朝の7時20分、家を出てからもうすぐ2時間、3度目の豊平川河川敷、東一郎くんはようやくうんちが出ましたが、なぜかちょっと緩いですね、食べ過ぎなのか寒くなったからなのか、ちょっと緩いですね、まだ出そうですねうんちがね。ずっと動き回ってますね今日は、ろくに休憩もせずに2時間近く歩き回り、3ラウンド目ですね、第3ホール回ってます。そんな豊平川河川敷は朝暗かったのが明るくなりましたが、雲がたくさん出ていて雪がちらついてきました。
チラチラと雪がちらついてきました。ではまた。11月14日、火曜日朝の5時16分。今日は民泊にお客さんが来ていろいろあって、結構なにぎわいだったんですが、なんと雪が降って積もってますね。まあ積もってると言ってもうっすらと積もってる程度ですが、今雪が降ってます。結構降ってますね。でもね、もうちょっと積もるかな、もしかしたら。これ初積雪ですね。トイチロ君は朝からお散歩。よいしょ。静かですね。雪が降る音と車が通る音と、一応これはこれでも雪を踏みしめてることと、よいしょ、いうことなんですが、あんまりわかんないね。ではまた。雪を踏みしめる音。まだちょっと雪が重たいですね。でも結構どんどん積もってますけど、どこまで積もるのかな、わかりませんが、東一郎くんは白く時々鳴りながら、で時々はブルブルっと震い落としては、さっさっさっさと雪の中を、雪が降る中をトコ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 平川河川敷に向かって歩いてます。ちょっと雪がね、たくさん降ってきました。あられみたいな雪が結構激しく降ってきましたね。ちょっとまだ雪が重たいですね。
あられ状の雪が激しく降ってきて、あっという間に道路が真っ白になりました。ということで、雪を踏みしめる音聞こえたでしょうか。行っちゃった。さあ、トイチロ上行ってねんねするぞ。あれ、一緒にねんねしよう。あれ。11月15日水曜日、なんと月半ばになってしまいました。朝の豊平川トイチロくん散歩、5時52分ですね。まだ真っ暗です。今日は昨日雪がちょっと積もったんですが、まあほぼ溶けまして、今日はまあ寒いけど寒くないって変な言い方ですけどね、ちょっと気温が、もう一回上がるんじゃないかな。まあ上がるって言っても10度まで上がらないんですが、まあ氷点下0度前後の気温からちょっと7、8度、9度、10度ぐらいの世界に戻る感じですね。で、雨が降って、また、11月下旬に雪が降るんじゃないかな。結構毎日降りそうな気配ですね。まあ、11月下旬から本格的に冬ということで、その前のちょっとあったかい雨の日が明日、明後日ぐらいから続くのかなって、まあ、そんな札幌です。東一六は朝から元気。民泊にはお客さんと私の娘が来ていて、楽しい時間を過ごしてます。明後日までいるのかな。ということで、朝の豊平川河川敷でした。今日は雪を踏もうとありません。ではまた。ということで、雪を踏みしめる音は分かりましたでしょうかね。もっとこれから寒くなって、もっとこうパウダースノーになると、もっと綺麗なね、キュッ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 で、しかもこう雪が降ると、まあ音が吸音効果もあるので静かになるんですね、街がね。でそんな中でもっと綺麗な雪を踏みしめる音は取れるかと思うんですが、今まだ11月半ばですので、これが限界です。ということで、多分全国で一番早い雪を踏みしめる音になったんじゃないかなと思ってますので、これからも雪の音の変化をね、ぜひ楽しんでいただければと思います。ということで、トイチロー君、民泊にお客さん来て3泊もしてくれるんで嬉しくてね、もう元気いっぱいでご機嫌ですけれども、邪魔しに来ました。おー、どうした、
今喋ってんだ、トイチロー君喋るか、トイチロー君、うん、ね、ということでトイチロー君、録音に最近参加し始めたトイチロー君です。そんなことで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ちょっと民泊お客さん来てるんで隙間縫っての収録なんでちょっと慌ただしい収録になりましたけれども、やっぱり水曜日の配信はねしっかりやらなきゃと、一回崩れるとこれリカバーするのが大変ですのでね、こんな放送ですけども、送らせていただきたいと思います。ということで最後はエンディングです。始めるラジオキャンパスウェンズデイ、11月15日水曜日、シーズン3 27回目の配信をお送りしました。今日はね、ちょっと途中でも言ったんですけれども民泊のお客さんが来てまして、本当は昨日収録すれば時間があったんですけれども、お客さんがお出かけしてたんですが、今日は結構ずっとお家で、仕事をされているということなので、ちょっと収録を1階のガレージの寒いオープンエアなスタジオからね収録して、ちょっと車のノイズも入ったかもしれませんけれどもお送りしてまいりました。そんなわけで結構リアルの方でちょっと毎日楽しい宴が続いているので、なかなかポッドキャストの方ね、ちょっとサボり気味ですけれども、もう収録と配信だけはしっかりやっていこうということで、お送りしてまいりました。そんなわけで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回は日曜日ですね。お客さん明日帰られるんで、まあ、日曜日の配信はかなりじっくりと、ちゃんとこうお送りできるかなと思ってますので、またお聞きいただければと思います。そんなわけで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。東一郎の名前由来あてクイズ、まだ回答一通も寄せられてませんが、ぜひ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 、挑戦してください。まあ、発表はクリスマスの12月23日のね、アドベントのところで発表するっていうのも一つありかななんてね、気がちょっとしてきましたけれども、まあそんなことも含めて、回答お待ちしてます。ということで、ありがとうございました。ではまた。